ビクトール諸家はフランスの美術収集家で印象派の講演者。フランスの関税、関節税局の管理として勤務する傍ら、美術展覧会を訪れては批判にさらされる前衛的な芸術家を支援した。彼の収集したコレクションは多数に上り、死後の1899年に処分された。現在、その多くがアメリカ合衆国の美術館に収蔵されている。 ビクトール初家は、リールで絹織物工場を営む浮遊な家庭に生まれた。若い時から、美術収集に熱意を燃やし、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、ギュスターブ・クールベ、オノレ・ドーミエなどの絵画のほか陶磁器、工芸品を収集した。1875年、印象派グループによるオテル・ドゥルオでの競売会に出席し、その魅力の虜となった。ピエール・オーギュストル・ノワールに、 自分の妻と5歳で亡くなった娘マリー・ソフィーの肖像画を写真を元に描くように依頼した。ホテル・ドゥルオでの競売会は、売り上げが費用にも満たず、1点あたりの落札価格はわずか100フランとなるなど、当時、印象派の評価は低かったが、初期は、エルネスト・オシュデやジョルジュ・ド・ベリオと共に、再初期の支援者の一人となった。初期が特に好んだのが、 ポール・セザンヌの作品であり、タンギー屋さんの家で作品に出会ったのが最初である。印象派の1876年と1877年の展覧会には、自分の収集品から作品を対応したり、画家たちの素晴らしさを解いて回ったりした。1877年に職場を早期退職した後も、その熱意は衰えなかった。1882年、義母の遺産が入ると、 アッタンビルに次書を買い、セザンヌもそこで作品を制作した。初期のコレクションは、著名な収集家に劣ることはなく、新聞市場でも、ジョルジュ・ドベリオやウジェーヌ・ミュレなどとともに、しばしば言及された。セザンヌの作品は32点所有していた。モネ・チュイルリー庭園の眺め1876年、マルモッタン・モネ美術館。パリでは、当初、 チュイルリー庭園を見下ろすリボーリ通りのアパルトマンに住んでいた。クロードモネはそこからチュイルリー庭園の眺めなどの作品を制作した。晩年にはモンシニー通りの邸宅に住んだ。1891年4月7日、69歳で亡くなった。ありがとうございます。